せーの、萌え萌えキュン。はい、ということで始まりました。この前の動画で、はい、僕と成と潤、はい、その時はたまたま元太がお休みの撮影の日だったんですけど、はい、渋谷をフラフラしてまして、初めてメイド喫茶に行ってきました。メイド喫茶のことについては今度詳しく話しますって言ったんですが、うん、詳しく話していきたいと思います。メイド喫茶街です。たまんねー。これ知る？この動画。何が重要あるだろ。何、はい、お前キモいよ。ありありあり。普通にお前らがキモい。今んとこね。俺乗り切れてなかった。え、優しく導いてくれたやん、メイドさんが。感情的に溺れてたいな。一から説明しようぜ。はい、そうですね。まずはさ、渋谷歩いてたわけ。はい。そしたら3人で声かけられて、うん、メイドさんが、ちょっとだけどうですかみたいな。可愛い感じで来てくれて、うん。はいはいはい。で、正直、俺たちも別にメイド喫茶行ったことないし、うん、興味もなかったしね。で、はい、なんか、俺は正直もう、いや別にって思ってたけど、うん、まあまあ、そんな言うなら、行ったことないし、はい、ちょっくらい行ってみるか、みたいな。はい。ゴーっつってさ。まあその時も純は乗り気じゃないの分かってた、見て。なるほどね。いいから怖いとか言って、うん、3人で入ったじゃん。でも階段入る頃の純は笑顔だったよ。階段降りる時ワクワクしてたもん。ちょっと楽しそうだなと思って、うん、しかも店入った瞬間にさ、うん、俺メイドさん正直そう3人ぐらいだと思ってた。うん、結構いなかった。いた6、7ぐらい。え、もう10人いた。10人もっといた。いや結構いたよ、うん、で、入って一番最初に聞こえた言葉覚えてる？お帰りなさいませご主人様。それあれ、なんかただいまって言っちゃったもん。離れたくないって泣いた汗をかいて。あの世界観、うん、めっちゃいいなと思って、うん、席を案内しても席に着いたじゃん、はい、そしたら奥の方からさ、うん、ニャニが出るかな、ニャニが出るかにゃ、ニャ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 って声が聞こえてきて聞こえてきた。普通にめちゃくちゃ見た。何頼んだらそんなこと言ってもらえんだろうってね。あれすごかった。なんかくじみたいになってたのか。くじ引きでした。あれってなんで俺たちできなかったんだろう。ドリンク一杯しか頼んでないから。参加券なかったもん。でももうちょっとつかなきゃいけないね、うん、金だ。ゆりチャンネル。まあ、これからさ、多分男の子ってみんな興味ある子も結構いると思うの、うん、ね、意外と女の子のお客さんも多かった。あ、いましたね、いましたね。だからこれから興味がある子に行きたくなるように俺たち説明するわ、はい、ちなみに案件は、うん、案件がどうかってこれ言って平気？大丈夫です。本当案件じゃないです。ないですからね。入ったら、はい、まあこっち側に結構お客さんいて、はい、まあちょっと俺らより年上のお客さんいて、うん、そうですね。こっち側にはまあ同い年ぐらいかな、うん、のお客さんがいて、で奥には女の子と男の子がごちゃっている感じ、うんうん、だったんだけどさ、お客さんの雰囲気が全部違うなかった。そうだね。じゃあ俺こっち側のお客さんやるね。はいはいはい。いったコンサートみたいなやってんの。うん、だからみんなこんな感じ。じゃあ向かいの席の人やってもらっていいですか。いや本当こんな感じ。そうだね、温度差すごかったよ。すごかった、怒ってるみたいだった。二、うん、人いんのにね、うん、話さずどっちもどっちもなんかこんな感じ。あれは何なんだろう。なんかね、俺わかんないんだけど、くどいてんのかな。くどくとかあんの。目で。そうそう、目でか、あんまり楽しんでる自分恥ずかしいと思っちゃう。あー、なるほどね。俺さ思うんだけど、俺も最初さこうやってやんの恥ずかしかった、うん、でもなんかあの空間ってこれやんない方が恥ずくね。うん、だって何しに来たって感じじゃん、うん、本当にめっちゃ恥ずいよ自分。ね、なんかカッコつけてたけどずっと。ゆりチャンネル。なんかね、一人の子が卒業とかなんていうの、あれなんていうんだろうな、その日にご給仕が終わっちゃうとか言って、はい、ご給仕してたの。お給仕かな。お給仕が終わっちゃうからっていうので、まあ最終日だからっていうのでリクエストしたら踊ってくれるんだよね、うん、なんかそのリクエストすごい踊ってたんですよ。踊ってました。で、そのコンサートを見ながら俺たちはアイスコーヒーを飲んでたわけだけど、うん、なんかね、あれ初めての人も行ったら結構楽しいんじゃないかなと思う、うん、曲はね、結構、なんつうんだろう、盛り上がる曲じゃん。キャッチーですよ。めちゃくちゃ覚えやすい、うん、その帰りずっと車で流れてたもん。普通にだってシャザムで検索してる曲名俺普通に入れましたから、ね、いや、本当にね、皆さんもぜひいい曲なので、はい、いつか俺たちもっと知りたい。そうですね。話すって前回言っちゃったから話してるけど、はい、正直話すようなことは正直まだ何もしてないから、うん、もっともっといろんなことをメイド記者に取り組んでいきたいから、はい、なんか撮影もしたい。撮影したいの。ゆりチャンネルメイド部解説します、うん、どうぞ。2人で。え、入んない。ちょっと一旦大丈夫かも。え、じゃあ来ないでよ絶対、うん、絶対来ないで。じゃあ2人で動画回せる。大丈夫、回せるよ回せる、うん、じゃあ大丈夫、来ないで絶対。あ、今から行くの。そうです。本当にいいんだ。あ、本当にいいんだ。メイド喫茶来なくていいんだ。ちょっと待って、パスポートだけあるか確認。最後パスポートもらえんのよ。ゆりチャンネル。メイド喫茶といえば秋葉原だと思うのよ。
はい、確かに。そうそう、だからまあ発祥の地っぽいじゃん、うん、知らんけど詳しくは。そうですね、だから俺たちは行きたい、行きたい秋葉原、撮影許可が降りるメイド喫茶を探したい。そうですね、ちょっと探していきたい、なんかそう知りたいから、はい、ぜひお願いします。お願いします。ただ今のこのレベル、俺たちのお客さんレベルで、はい、正直秋葉原のその老舗の例えばメイド喫茶行っても、うん、通用しないと思う。まあ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 、そう、何か、そうそう、相手にされないし、うん、いや知らないけどね。いや、まあでもでもさ、マインド結構大事じゃない。まあそうですね、まだ乗り切れない自分もいるから、そうですね、やっぱりもうちょいレベルアップしたい、自分たちのレベルも上げていきたいから、うん、まだもうちょい渋谷に通って、うん、あの1ヶ月2ヶ月後に本物に行きたい。そうですね、うん、これ見てる、ゆうちゃんねる見てる、はい、あの男子高校生、はい、男子中学生、男子小学生、はい、全男性、はい、まあ、女性も行く人もいたから、みんながメイド喫茶にハマるように俺たちもっともっと調べてくるから、うん、皆さん本当にね、メイド喫茶動画楽しみにしていただけると、はい、とても嬉しいです。 YouTube やってるとさ、変な言葉ってさ、うん、欲しくなんない。あー、なるほどね。俺たちもメイド喫茶からパクろう。確かに、持ってきたい、うん、お給仕お給仕だね。いや、いいんじゃない、お母さんとかから例えばあんた今日何してるのって、今日お給仕誰に使えてんねんって話、誰に使えてんねん。ゆりチャンネル、そのメイド言葉を、うん、ね、いろいろ覚えて、いつかこのゆりチャンネルの言葉をメイド言葉にしたい。メイド言葉どうする、俺の MC がいつかメイドになっちゃったら、もうもう一回いけるかとか言ってライブで行ったらどうする。もうもういけるよしゃでもさ、きっといろんな言葉を使ってたから、うん、なんかきっとあるんだと思う。もっと使いやすい、俺たちでも使いこなせる言葉があると思うから、うん、なんかその辺をなんか見極めて、はい、メイドからも吸収していきたい。なんかメイド喫茶に行って、うん、俺たちは癒されるだけじゃなくて、うん、なんか学べるものは学ぶ、はいはい、なんかこの姿勢大事だと思う。なんかみんなもさ、そうだと思うけど、うん、何かにおいてもね、うん、その何かにおいても日本語合ってる？わかんないけど、なんかどっか飛び込んだらさ、はい、ただ自分が楽しむだけじゃなくて、何か吸収できるものはないかって、はい、一つ一つ噛み締めて、なんか行動を起こしていくっていうのがすごく大事だと思うから、うん、俺たちもメイド喫茶に行って、はい、一つ一つのそのメイドさんのご、うん、お給仕の活動とか、うん、ああそういうところはなるほどね、うんうん、工夫とかを一つ一つ見つけて、お客さんとの、なんか俺たちも最高のメイドになれるように頑張りたいと思う。メイドになる。メイドになる。ゆりチャンネル。きっと人生ってものはメイド喫茶に詰まってると思うから、 あそこで学べること一つ一つ探して頑張っていきたいと思います。合ってると思います。まあそんな感じでね、秋葉原のメイド喫茶の方たち待っていてください、はい、チャンネル登録とグッドお忘れなく。もえもえキュン。チャンネル登録お願いします。